第十一課男の人は何を手伝うことにしましたか久しぶりお変わりないみたいねそうでもないけどさてどこへ行こうかすき焼きでも置くう,うん昔よく行った店なんかどう 仕事を辞めたんだってそうなの母が倒れたりしたもんだからそうかごめんよちっとも知らなくてお母さんの調子はどうおかげでだいぶ良くなってきたわこの前も久しぶりで町を散歩したいとか言ったから車椅子で出かけたのよ車椅子で乗り物に乗ったり降りたりするのは大変だろうそうなの町の中ってデコボコが多いし今度行く時は僕にも声をかけてくれよ音もするから。 正しいものはどれですか ?A。男の人は女の人が車椅子で街の中を散歩するときに手伝うつもりです。B。男の人は女の人のお母さんが車椅子で街の中を散歩するときに一緒に行って手伝うつもりです。C。男の人は自分の母が車椅子で街の中を散歩するときに手伝うつもりです。D。 男の人は車椅子で乗り物に乗ったり降りたりする人を見たら手伝うつもりです。2, 2男の人は外国で何をしていましたかその時困っていたことは何ですかねえ、あなたの話も聞かせて。僕はね、シカゴへ行ってたんだよ。へえ、会社の仕事かなんかでそう、急に転勤することになってさ、 三年間向こうで新しい部門の開発とかをやってたのさ。ホームシックとかにならなかったそうだな。初めの頃は日本食が食べたくなったりしたな。向こうにも日本食のレストランあるんでしょホテルなんかへ行けば高級レストランはあるんだけど、毎日そんなところばっかり行くわけにはいかないだろ私に言ってくれたら梅干しでも送ってあげたのに。正しいものはどれですか ?A シカゴでホームシックになった時には、毎日日本食のレストランへ行っていました。B。シカゴにも日本食のレストランはあるので、高級レストランへ行けば梅干しも食べられます。C。シカゴでは日本食が食べたくなっても、全然食べることができないので、ホームシックになりました。D。シカゴにも日本食のレストランはありますが、 高い店なので毎日行くわけにはいきません。第12課 1, 1おばあさんは電車の中でどんな人に会いましたか おばあさんどうぞお座りくださいこちらにありがとう悪いねいいんです僕はすぐ降りますから今日も学校があるのかい土曜日なのに学校じゃないんです塾なんです大変だね中学生は僕中学生じゃありませんよごめんごめん高校生だね関心だね 電車の中でもノートを開けて勉強するなんて。試験があるんです。もうすぐ。じゃあさようなら。僕、ここで降りますから。頑張ってね正しいものはどれですか ?A。この中学生はもうすぐ試験があるので、電車の中でもノートを開けて勉強していましたが、おばあさんに席を譲りました。B。 この高校生は試験前なので土曜日も学校へ行きましたが電車の中でおばあさんに席を譲りました。C この高校生は土曜日も塾に行って勉強したり電車の中でも勉強したりしていますがおばあさんに席を譲ってあげました。D この高校生は電車の中でもノートを開けて勉強していたのでおばあさんに席を譲ってもらいました。 新婚旅行はどうだったと言っていますかおめでとうございます。ご結婚なさったそうで。ありがとうございます。これ、私からのお祝いです。困ります。そんなに気を使っていただいては。いいえ、ほんの気持ちだけですから。ところで、いかがでしたか新婚旅行。素晴らしかったですよ、本当に。あちこち見物したり、ホテルでのんびりしたり。それは良かったですね。でも、 帰ってから両親に怒られたんです。どうして旅行中に一度も連絡しなくて。なるほど。正しいものはどれですか ?A。新婚旅行の時はあちこち見物したり、ホテルでのんびりしたりしていたら、両親から連絡がありました。B。新婚旅行の時に両親に全然連絡しなかったので、帰ってから怒られました。 C. 新婚旅行から帰ったのに、両親に連絡しなかったので怒られました。D. 新婚旅行の時、お世話になった人たちのために、ほんの気持ちだけのお土産を買いました。